今日は新しいお友達を紹介するわよ。ほら、みんなにお名前を教えてあげて。私は失恋フラグよ。挨拶の前にみんなに言わなきゃいけないことがあるわ。私、モブ君の許嫁なの。あの子、面白そう。立ちました。視力回避、フラグちゃん。許嫁って、彼女ってことぴゃん。無謀のくせに生意気だな。僕ってやっぱりモテモテだな。あの子のことは知らないけど。これじゃモブ君に話しかけられない。許嫁宣言なんてしたのに意外とテレ屋さんなんだね。レンレン、レンレン、恋愛フラグちゃんでしょ。だからレンレン。まあいいか、僕がモブオ君と二人っきりにしてあげる。本当？うん、だって君面白そうだし。みんな見て、この新しいおもちゃ DX 仮面ドライバーだよ。100円ショップで売ってるやつじゃないよ。本物だぴゃん。すげえ。待ってよみんな。モブ君、私と一緒に結婚式ごっこしない？え、何それ。一緒に遊ぶのはいいけど。やったー、ありがとうレンレン。じゃあ私がお嫁さんでモブ君が旦那さんね。結婚式ごっこやるとは言ってないよ。お父さん、今までありがとう。私、モブ君と絶対に幸せになるから。役に入るの早くない？では、誓いの宙を。え、これ以上はごっこじゃないよ。何してるんですか？あんたには関係ないわよ。どっか行って。ひどいです。私も一緒に遊びたいのに。そんなこと言って、あんたもモブ君目当てなんでしょう。モブ君、私とチューするの？さっきならそういう、私は失恋フラグさんとも遊びたかっただけです。俺もう行っていい？新しいおもちゃ見に行きたいんだけど。どうせ嘘よ。絶対モブ君目当てだもん。私は遊びたいだけなのに意地悪しないでください。三角関係ってやつだね。だって、モブ君と二人きりがいいの。レンレン。なんで僕に？新宿林にモブ君取られちゃう。私はどうすれば？これはどうしようもないね。勝負。ねえ失恋フラグちゃん。モブミ先生、あんまりわがままな子はモブオ君も嫌だと思うわよ。ちゃんとみんなで遊びましょう。モブ君が嫌なら我慢する。死亡フラグちゃんもそれでいい？はい。せっかく遊ぶなら、どっちがモブオ君にふさわしいか勝負して決めちゃおうよ。私は受けて立つわよ。勝負は何が面白いかな。モブオ君に結果を決めてもらうとして、よし、これで泥団子作りで勝負よ。泥団子作りは私も好きです。それなら負けませんよ。なんか始まっちゃった。ねえ、俺まだ帰っちゃったわね。もちろんレンレンも参加するわよね。でもこれってモブオ君を取り合う勝負じゃ。遊んでくれないの？分かったから、いちいちピエン顔しないで。それからしばらくして、泥団子は楽しいですけど、なかなか綺麗にならないです。私の勝ちは確実ね。見なさい、これこそ私の愛、最高の泥団子よ。どう見ても団子じゃないです。すごいですけど。泥団子対決ってなんだろうね。さあモブ君、優勝の泥団子を選んで。言わなくても私だって分かってるけどね。優勝は恋愛フラグちゃん。どうして？なんで私じゃないの？だって失恋フラグちゃんのはお団子じゃないし、恋愛フラグちゃんのが一番丸くてピカピカだよ。僕普通に作っただけなんだけど。行き過ぎた愛情って理解されないのよね。いえ、ライバル。でも失恋フラグさんすごいです。あんなの私じゃ作れないですし。当然よ、あんたもチンチクリンの割に頑張ったのは認めてあげる。今日からあんたは私の恋のライバルよ。それじゃあ私も無謀さんのことが好きみたいじゃないですか。違うの？それは言えないです。言っちゃっていいのに。絶対誰にも言わないから。それじゃあ僕はもういいよね。うわっ、ごめんね。今度は僕も一緒に作るから。ほら、モブ君が一緒に遊んでくれるって。モブ君と一緒に。
パオンがピエンになった。喜んでる。この子分かりづらいよ。最初は心配だったけど、慰めてくれる友達がいるなら大丈夫ね。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。